皆さんどうも、開幕早々上が気になるゆっくりマリサです。やっぱりあるわね落石トラップ、ゆっくり霊夢よ。てなわけで今回もやっていきましょうバイオ4実況ライフインヘル。このモッドでも霊の落石イベントは健在みたいだな。って、あれ？開ける？なんか移動したんですけど。ここってあれよね、映画編でのミフックショットで上がれる橋上の場所。そうだな、レオン編では行けない場所のはずだが、なんでか入り口の落石注意の看板調べたらここに飛ばされたぞ。あの看板って本来上が気になる的なメッセージが出るだけのオブジェクトよね。もしかしてこのモッド、看板みたいなオブジェクトをエリアチェンジのポイントにも改造してるのかしら。本来調べるって出るところが、開けるって出てたからな、多分そういう改造を施してるんだろう。ということは調べるボタンがあるとこ全部から、全然違うステージに飛ばすこともできるってことか。例えば村入り口の看板から、いきなりラスボスのシャドラー戦とか。そんなんほぼクリア不可能でしょうけど理論上できるのかもね、このモッドの開発者恐るべし。ってこいつがステインの赤持ってるんかい、ここでもアイテム配置いじられてるのね。でもってジェットストリームハーブはともかく、このワープポイントは私にとっては朗報だな。この橋にワープしたということは、ここから降りればあの落石イベントはスルーできるということ。ボタン連打や QTA が苦手な私にとって地味に苦手なポイントだったからな、ここはスルー一択。まあその分引き返すわけにもいかなくなったけどね。いるな。いるわね。見たところ相手は3人、全員通常の村人でチェーンソー持ちはいない。これくらいなら特に作戦もなく普通に戦っていけるだろう。なんかもう一般の雑魚的感覚でチェーンソー出てきてたから逆に違和感すごいわね。というわけで特段見どころないので倍速倍速。さあそんなこんなで全滅完了、たかだか3人相手にショットガンはちともったいなかったかな。今はたまに余裕あるとはいえ、この先どんな地獄があるか分かったもんじゃないからね。あとさっき敵がスピネルドロップしたがここでもアイテム配置が変わっててややこしい。本当ならこのトンネルの天井にあるんだがなスピネル。ポインターが反応してるのはこれコウモリみたいね。さっきからそうだがこのマップは敵以外にも色々ステージギミック変わってて油断ならねえ。壁や天井、地面なんかにもなんか変わってるとことかないよな。で、おい。これって、トラバサミ？だと思う。が、なんでこんなところに。しかもなぜかナイフで解除できんし。さっきはポインターは反応してたけど。あ、銃なら解除できたわ。トラバサミは元の難易度でもあったが、配置場所が変わってる上ナイフ解除もできんとな。しかもグラフィックがすっげー地面に埋まってて目視での確認がめっちゃしづらい。幸いポインターは反応するから、銃を構えて確認してくしかなさそうね。確認したところ早速この先に一つ反応あったんだが。にしたってもほんと見づらいなこれ。普通わからんだろこんなの。トラバサミはダメージで死ぬことはないけど引っかかるとマジでびっくりするからね。私も初見の時は心臓止まりそうになったな。あれここの標識は普通なのか。そしてここからは例のダイナマイト村人の登場エリア。前の小屋にはすでに一人村人がいるが、いつもより奥にいるせいかすっごい当てづらい。いや当てづらいのはわかるけどエイム外しすぎー。ハンドガンとて大事な弾薬なんだから無駄打ちは厳禁よ。コーナーやもっと接近して撃つしかない。とその前にトラバサミがないか確認して。はいドーン。お、当たったみたいね。これでダイナマイトを臨戦態勢にすればこっちのもん。あれ敵の声はするんだがダイナマイト投げてくる気配ないな。さっき足音は聞こえたから移動してきてるのは確かなんだが。あ、来たわよマリサ。おや、さっき銃撃したのは若い兄ちゃん村人のはずだったが。てかこいつダイナマイトじゃなくて普通の投擲やんけ。おかしいわね、いつもならここダイナマイト持ちがいるはずなのに。奥から来たあいつもダイナマイト持ちじゃない。というかそもそも導火線の音も聞こえん。もしかしてここダイナマイト持ちいないってオチか？どうかしら。ひとまずおびき寄せたこいつら二人を始末してから様子を見ましょう。まあそうね。でちょっとグダグダになりそうなので倍速いきます。
アップね。何消す回転のこいつら。よし、とりあえず先兵2匹を倒したところで慎重にマップ探索。ひとまずずっと気になってたこっちの小屋は。あら、ここのレーザートラップもなくなってるわね。思えばゲーム序盤、村への道中でもレーザー爆弾はなかったけど、プレイヤーに逆に利用されることを計算してのトラップ未設置なのかね。で、足音バリバリ聞こえるんだが明らかにまだ敵いるよね、ここの小屋。うん、めっちゃいるわね。さすがにさっきの2体で終わりなわけはないか。移動してるってことはこっちのこと認識してるはずだが、やはりダイナマイトの導火線音は聞こえないな。見たところ投擲持ちが3体？すでに気づいてるなら小屋の中で戦うのは得策じゃないわね。ああ、ここは外までおびき出してから処理した方が良さそうだな。ばらけられても厄介なのでここはショットガンで防ぐし。なんだお前そんな位置からの投擲で当ててくんのかよ、疑惑の判定だろうい。今のは確かに理不尽判定ね。あの高低差普通は当たらんと思うわ。まあ気にしてもしゃあなし、イエローハーブを使えるいい機会だ。お礼に君たちにはショットガンで確実なる死をプレゼントしてあげよう。気にしててくさ。まあ体力の上限を上げるイエローハーブは、変に出し惜しまず適宜使ってきた方がいいからね。特にこの理不尽難易度のライフインヘルではなおのことね。今まで即死攻撃のチェーンソーのインパクトが強かったが無限投擲も結構動員されてるしな。アンチ戦法が使えないステージでは普通に自己要因になるし厄介な敵だぜ。というわけで一発もらっちまったが、これで当座の敵は殲滅したかな。敵の足音やうなり声も聞こえないし多分大丈夫でしょう。これで安心して小屋の中を調べられるわね。ここへ来てちょいとショットガン消費しちまったから弾薬補充したいところ。もしかしたらまだこの先奥の小屋でも激戦が予想されるかもだからな。ここに弾薬があると信じていざ探索って言って。ビビビビビビびっくりした。なんで小屋の中にもトラバサミが。今のは私もビビったわ。まさか窓口歩いてすぐのところにトラップがあるなんて。か、完全に気をつかれたジジイ状態だったぜ。まさか他にはないよな。ポインターに反応はなさそうだけど油断できないわね。向こうの部屋や箱の下とかにも設置されてそう。あのトラップ、引っかかるの前提なのか。ご丁寧にグリーンハーブまで置いてるし、トリマご配慮に甘えて回復させてもらうぜ。で、残るは向こうの部屋だけだけど、くれぐれも慎重にね、マリサ。合点、冷静かつ大胆に行くぜ。冷静だけで十分よ。すっごいわかりづらいけどこれ、あるよな。ポインターは反応しないけど、確実にあるわねこれ。しっかしえぐいなこれ、すっごいよくミント絶対わからんだろ。しかもナイフはもちろん、ポインターでないところから多分銃でも解除できない仕様なんじゃ。解除不可のトラップ仕掛けてくるとかさすがライフインヘル、やることがとことんいやらしい。お目当てのショットガンの弾は確保できたが、なんともまあ心臓に悪いエリアだぜ。こんな罠だらけの小屋さっさと出て、残る最終エリアの小屋に向かうとしよう。ここにもステインの赤？前の橋上の村人からドロップ済みなんだが。なんでかわからんけどステイン赤ダブったわね。何か意味があるのかしら。それじゃあいよいよ最後の小屋、突入していくぞ。何ここの村人投擲タイプしか出てこんのかい。でおびっくりした。確認できただけでも3人、投擲斧持ちの村人が配置されてるわね。せっかく扉があることだし、ここはショットガン待ちの安全策で行きましょうよ。そうだな、どうせ敵がこれだけなわけないし、ドンパチ始めたら奥の方からも集まってくるだろう。ただ扉越しのショットガンはめ、安全っちゃ安全なんだが時間がかかる上に敵に飽きやすいので。申し訳ないがちょっと長めの倍速処理で行かせてもらうぜ、かっこ結構ぐだる。Thank you.
はい、というわけで初期配置の敵は全員倒したが、どうやら奥にいた敵にも気づかれたようだな。さっきめっちゃバリケード壊す音が聞こえた。マリサドロップアイテムに釣られて結局中入っちゃったものね。こういう時は本来扉前刺繍が鉄則よ。しかし、扉なら蓋を開けてみれば、ここのエリアの敵ほとんどが盗賊タイプの村人だったな。これまであれだけ当たり前のように出てきてたチェーンソーがまさか一体もいないとは。しかもこの最後の小屋のレーザートラップの仕掛けもないみたいだし、ここは割と優しめのマップ。でもないか、あのほぼ不可視のトラバサミは初見殺しもいいとこだったわ。まあ逆に言えばそれ以外はさほど脅威度も少ない静かなステージだったな。今回は実況第1回目の村入り口同様、一本道のルートに敵がポツポツ配置っていうマップ構成柄。前回前々回のような大勢の敵たち相手に大立ち回りするような攻略法はなく、ただコツコツ前に進むステージだったわ。そういうマップでは、無理のない範囲で1体ずつ釣って戦うのが定石になるでしょうね。そうなるとあとはどこに何体敵が配置されているかっていう情報戦だけだし。ただ動画作ってる身としては、今回見たくこれといって攻略法のないステージの方が編集しづらいんだけど。まあそんな小言はさておき、今回のバイオ4実況ライフインヘル攻略、第4回目はこんなところ。繰り返しになるが今回は前の農場や村中央とは違ってそんな見どころないパートになっちまったぜ。このマップの特徴としては、入ってすぐの落石の看板が橋上のワープポイントになってるってことと、トンネルを抜けて廃村に入るあたりから極めて視認しづらいトラバサミが仕掛けられてるってことくらいかしら。あとはチェーンソーが一人もおらず、代わりにやたら無限投石が配置されてるってとこだな。ついでになんかこのハゲのおっさんが原作にはない不思議な呪文を唱えるのも謎ポイント。といった感じで、今回はほんとただステージを進んでいくだけの回になったが、次回は良いとこさチャプターが進み、バイオ4二つ目の難関渓谷マップへと突入。おそらく村中央並みの激闘が予想されるので、気になる人はぜひ次回もチェックしてくれよな。今回も結構短めのパートになったけど、最後まで付き合ってくれてありがとね。それじゃあまた次の動画でお会いしよう。みんな、バイバイ。